大倉ダム、大倉ダムは、宮城県仙台市青葉区、名取川水系大倉川に建設されたダムである。2011年、平成23年8月1日より2021年、平成33年3月31日までは、仙台環境開発が150万円、年で命名権を取得したため、仙台環境開発ダイソーダム、 仙台環境会はつ大倉ダムが愛称として使用される。公式略称は仙台環境大倉ダム。宮城県土木部河川下線か仙台地方ダム総合事務所大倉ダム管理事務所が管理を行う県営ダムであるが当初は建設省東北地方建設局現在の国土交通省東北地方整備局が施行した特定多目的無である。 高さ82.0メートル、形式は全国に2カ所しか存在しない、マルチプルアーチダムであり、2つのアーチが連なるダブルアーチ式、コンクリートダムという珍しい形式としては、日本唯一である。名取川の地水と仙台市の水亀として建設された。ダムによって形成された、人造湖は、大倉湖と命名されている。ダムが建設された大倉川は、 名取川水系の主要な河川で、佐藤宗行の青葉城濃い歌にも歌われた広瀬川の支流である。大宇山脈の主要な山岳である、船形山を水源とし、険しい峡谷を形成しながら大ね南東に向けて流れ、青下川などを合わせて広瀬川に合流する。広瀬川は、その後東に向けて流れ、仙台市中心部を通過した後名取川に合流し、太平洋へと注ぐ。 ダムの完成当時から近年までの所在地は、宮城郡宮城町、完成当時は、宮城村であったが、仙台市と合併し、現在は仙台市青葉区となっている。なお、広瀬川合流点より上流を見た場合、流路延長では、広瀬川本川よりも、大倉川の方が長くなっている。ただし、流域面積では、広瀬川の方が広い。大都市、 仙台を抱える名取川水系では20世紀に入って仙台市への上水道供給を目的とした河川開発が進められていた。すでに仙台市水道局によって支流の青下川に青下第一ダム、青下第二ダム、下第三ダムが建設されていたが戦後1950年昭和25年頃より急激に仙台市の人口が増加。 将来的に水需要が逼迫することが目に見えていた。このため、仙台市では、大倉川2954年、昭和29年上水道専用ダムとして、大倉川水源拡張事業計画を策定し、水需要に対処しようとした。総貯水容量を2200万トン有する定規ダムを、現在のダム地点より、約10キロメートル上流である、 大倉高見沢囲いに建設する計画を立てた。一方、年平均で2000ミリメートルと比較的降水量が多い上に河川回収が十分ではないこともあって大倉川や広瀬川はたびたび洪水の被害を仙台市に与えていた。特に1950年に発生した集中,中豪雨は仙台市中心部に深刻な被害を与え、被害額は当時で 約20億円の莫大な被害となった。また、明治時代より港湾整備が進められた現、仙台塩釜港は、戦後も工業地域整備とともに、船舶の入港が増えた。これにより、工業用水道や、飛行船舶への給水需要が増えてこのままでいけば、上水道と同様に逼迫する、可能性が高まった。こうしたことから名取川水系の治水と、 千円地区の工業地帯への用水供給、さらに国葬地帯である仙台平野への新規管外用水供給も目的とした河川総合開発事業が名取川でも立案された。この名取川水系総合開発計画は戦前より内務省が進めていたが、戦後河川行政を継承した建設省によって具体化され、1950年、 昭和25年の国土総合開発法制定に伴い指定された、千円特定域総合開発計画によって、千円地域への水源整備を目的に事業が着手された。名取川本流と広瀬川にはダムを建設するだけのメリットがある敵地が存在しなかったため、五石川と広瀬川最大の支流大倉川にダムを建設して、名取川の治水と利水を図ろうとした。 このうち、大倉川には、市の計画より、約10キロメートル下流、大倉岩下囲恋に一回り大きなダムを建設する、計画とした。これが、大倉川総合開発事業、大倉ダムである。ダム計画をめぐっては、当初宮城県によって計画が行われていた。このため、多目的ダムとしての計画を進める宮城おともろを、宮城県知事と、 大倉川水源拡張事業による定義ダム計画を進める岡崎英松大市長が対立。意見の平行線状態が数年続いたが、建設省が名取川水源総合開発計画を1957年、昭和32年に発表して大倉ダム計画が国直轄となったことで市長は計画を断念。以後仙台市は水道事業者として 大倉川総合開発事業に参入し、大倉川水源拡張事業は統合された。この間、建設予定地の大沢村は合併して宮城町になっていた。定義ダムの場合では水没個数は10個程度に限られ、地元の犠牲も小規模であったが、大倉ダムの場合では大倉地区の中心が水没対象なり、58個63世帯が水没することとなった。 水没者はダム建設反対運動を起こしたが徹底せず、徐々に住民は立ち退きに応じた。ところが、保証交渉の当事者となった建設省大倉ダム建設事務所所長と住民側のウガンダム建設反対規制同盟の会長が結託して、支払額と実際に住民に渡される額とを違え、差額を着服するという事件が1958年。 昭和33年に発覚した。こうした不祥事もあり保証交渉は混乱したが、最終的には保証交渉は妥結した。また、ダム建設によって、東北電力の水力発電所である大倉発電所 Q が取水口水没によって発電不可能となることから、これを保証するために発電所を改造し、ダム岩部に取水口を新設して発を行うことで、 東北電力と合意。これにより、ダムが大倉発電所の新たな取水口となることから、水力発電も目的に追加された。ダムは4年の歳月をかけて1961年、昭和36年に完成。同年より、管理事務は建設省から宮城県に移管され、現在に至る。建設省東北地方建設局管内では、大倉ダムの他にメアダム、 岩木川、青森県、鎧畑ダム、玉川、秋田県、水瀬ダム、水瀬川、秋田県が、同時期に、それぞれの地方自治体へ管理が移管されている。ダムは当初ゲート3門を有する重力式、コンクリートダムとして計画されていた。そして両岸が安山岩やデーサイトを中心とした、堅固な岩盤であったため、コンクリートの量を減らすことの可能なアーチ式、 コンクリートダムが定式として採用された。ところが、ダム地点は左岸が険しい峡谷であるが、右岸はなだらかな平地であり、広い谷であったことから、通常の方法ではアーチダムの建設は困難であった。このため右岸の谷と平地の境目に人工的な斜壁、アバットメント、またはスラストブロックと呼ぶを作り、それを支柱として両岸にアーチダムを並べて二つ。 建設することとした。このような形式を、ダブルアーチ式、コンクリートダムと呼び、複数のアーチダムが連なることから、マルチプル、多連式、アーチダムに分類される。日本においては、マルチプルアーチダムは2カ所しか存在せず、大倉ダムの他には、香川県に1930年、昭和5年に建設された、法年池ダム、母外川がある。なお、 方年池ダムは5連式のアーチダムであり、2連式のダブルアーチダムは、大倉ダムが日本で唯一である。大倉ダム以降、日本ではマルチプルアーチダムは建設されていない。大倉ダムの目的は、地水、洪水調節、不特定利水と利水、灌溉、上水道、工業用水道供給、水力発電であり、多目的ダムの中では、用途が広いダムである。 1970年、昭和45年合意川側に完成した釜房ダムと連携して仙台市の治水と離水に資している。洪水調節では、治水基準点である仙台市の県道、井戸長町線、旧国道4号、広瀬橋地点において計画洪水流量、計画のもととなった過去最大の洪水流量である。 毎秒2500トンの洪水を毎秒1800トンに抑制、毎秒700トンのカットする。ダム地点では毎秒1200トンの洪水を800トンカットして、毎秒を400トンに抑える。これによって仙台市をはじめとする広瀬川流域の治水を測る。不特定利水では四谷関を基準点として、最大で毎秒7.3トンの河川流量を維持し、 環境水利県分の農地に対する農業用水補給と広瀬川正常な流量の維持を図って河川生態系の保護を行う。考えについては、大倉川土地改良区が管轄する仙台市青葉区の大倉川、広瀬川沿岸部における新規開墾農地800ヘクタールに最大で毎秒2.3トンの農業用水を供給し、開墾の促進を図る。 水道供給については、仙台市の水亀として、重要な役割を担い、上水道では、仙台市と塩釜市に、日量12万5000トンを、工業用水道では西に加えて、多賀城市の三市、千円工業地域に、日量で10万トン供給する。そして、水力発電は、東北電力、大倉発電所により認可出力5200キロワットの電力を、 仙台地区に供給する。ダムの上流に定義如来があり、多くの参拝客が訪れるほか、近くに桜見温泉があって、観光地となっている。ダム湖である大倉湖の湖畔には、左岸、北側に仙台市立大倉小学校や右岸、南側に大倉ふるさとセンター、旧大倉中学校敷地などがあり、左岸には大倉小学校に隣接して、ダム湖畔公園がある、 また、ダム停滞下流には、ダム下流公園があり、春には、桜とダムが一緒に見られるスポットになっている。ダム停滞上の道路は、主要地方道県道定義仙台線となっていて、仙台市営バス定義線はこのダムサイト上を路線としており、定義如来へ行くバスが通る。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。